まあ、とにかくエデリアンがいるっていうのはね、一安心やね。まあ、どうせこいつめっちゃ強いから、一人でも多分もう余裕で倒せると思うんだけど、と名声クエストする間になんかレベルめっちゃ上がったから、ね、はい、何の到着と。あ、そよ風村に行くのな。オッケー、じゃあそよ風村に行きます。はい、え、なんとまだ、あ、目次か。お主たち、なになに、また助けてって言うの。目次じゃねえか。え、今なんかお祈りした。え、そういう人間な、目次って。人間じゃないけど。俺たち急いでるんだけど。ネイトラム様の身に何かあったようじゃ。ネイトラムってさっきのドラゴンやろ、言ってた。守護竜か。おお、守護竜。一体何が起きたのですか。何々、そこまではわからない。あ、ボンボンがネイトラムの音に。俺たちもちょうどネイトラムのところへ行くとこだった。ほな、以上に行こう。追いつくと。俺たちに任せろ。行きましょうか。とりあえずそよ風村に行くんやってよ。とりあえず今日はその竜に会うまでかな。ネイトラムの住処は北西の方やねんて。もう使ってる。おう、見つけた、ポンポンだ。ポンポンな、ボンボンじゃなかった。ちょっと待って、この光ってるの何が気になる。これなんだ。え、何にも起こらん、このミステリーサークル。いいよ、はい、ポンポンの話聞いてみよう。お前たち、ここに何の用だ。おや、こちらは黄泉族ですね。黄泉族っていうの、ポンポン。この猫のお姉さんは誰だ。私はエデリアンと申します。おお、超偉くて世界一強いんだよね。世界一かわからへん。それはそこまですごいわけではありません。うわ、それじゃあ、ネイトラムの住処へ行くんだってな。そう、それだ、うん、オイラ、ネイトラム様のところへ行っても怖くった。友達が乱暴になって、絶対あいつらのあの玉みたいな気に急に暴れ出したってことか。戦闘準備をしておいた方が。ネイトラム様の住処はのこの丘の上だよ。よし、行くぞ。あ、またお祈りした。ポンポンもお祈りする対象なの。よし、行こう。友達が怖い顔してたと。へへ、武器何でもいいか。もう今この3つがレベル3、いやいや、じゃあ星3の武器やねん。武器光にしよう。理由もなく。もう出たと。あい、戦闘な。でもこれ俺名声クエストの時にこいつらやりまくってたけどな。友達やったんや、ポンポン。悪いことした。あ、水の方がいいらしい。このマークがついてるやつがなんか効果抜群という感じらしい。はい、オッケー。うーん、どうしよう。なんだお前、ビビってんのかよ。変な、何もせえへんけどね。黄泉族の友人は私がお守りします。オッケー、あなたはまだやらないのかな。あの、これもカットするわ。オッケー、倒しようみたい。ネイトラム様の住処はすぐそこだよ。そうな、向かってたの、もうぼちぼちと。全然気づかなかった。あら、なんかでっかいやつちゃん。待ってください。あ、違うみたい、敵らしいやれ。うん、すごいあれ。ちゃんと行ってみようって。何これ、きつそうやん。ふう、コカトラコって言って。オッケー、多分倒すんやろこのコカトラコ。見た目は怖いけど普段はおとなしいんだ。そうなんや。コカトラコはめちゃくちゃ強いんだぞ。へえ、ここはあいつの縄張りじゃないはずなのに。確かにな、守護竜の縄張りのはず。戦って倒せばいいんじゃねえのか。あのボコボコしたやつあるやん、これがあいつらがなんかしたっていう。いいのかな、あれなんかな。避けられる戦いをあえてする必要がありますか。縄張りに入らない。離れて歩けば襲ってこないんじゃないかな。オッケー、では行きましょうか。ひとまず気づかれなければいいなって。よし、これ以上近づかなければ問題ないと。
ああ、この赤いのに入らんかったいいってことな。いや、もう勝手に入れてくれ。ん？ここは自分でやらなくちゃ。あ、そうな。俺がやらなあかんねんで。この輪っかに入らんように。あ、危ない危ない。輪っかに入らんようにこっち行くんじゃん。え、ちゃうの？え、なんで回ったの俺じゃ。戻ってきただけやねんけど。あ、なるほどな。反対から行っちゃったわけが俺。まあいいやいいや、行こう。やったー。気をつけて中に入りましょう。今のでいいんや。おい、これが守護竜の進化。オッケー、ほんで。静かすぎます。あ、ネイトラム見ないの今。グズグズしている暇はありません。オッケー、行こう。でも今名声クエストとかやっててもさ、PK にまだ合ってないねんな。お、すごい、なんか歩くたびに花が生える。めっちゃ大ロボッチやん、そうなってくると。あ、もう絶対良くないや、あのボコボコがこっちにもある。絶対悪いことになってるな、これは。なんだ行き止まりか。行き止まり、おかしいな。絶対こっちなんだけどな、うん、何か異変が起きたに違いありません。この先には行けないようですね。手分けして別に探す。え、どういう意味？このボコボコのせいってこと？まあいいわ、行こう。絶対怪しいけどな、この場所調べると。あ、なんか光ってる。あ、これあれやん。システムナビゲーターこちゃんやん。この少女。うわわ、どうなの？はい、うわ、どこ行ったんですか、ここ。ナビコちゃんと、私の名前覚えてる？ラニアっていうの書いてあるから。私はラニア。はいはい。あなたに伝えなきゃいけない大切な話があるの。え、何何？すごい、めっちゃワクワクしてきた。急にシステムの方から。少しの間だけ私を守って。私を守んの？システムを保護するための抗体みたいなもの。ほう。私たちをウイルスと認識して攻撃しようとしてるの。ほう。数は多いかもしれないけど、あなたなら大丈夫。なんかわからへんけど、なんか戦うのな。集まってきたよ。準備して。実はソウルダイバーズは仮想現実ゲーム。え、すごいやん、そのカミングアウト。その魂を転送するためのえ、マジ？また交代が集まってきた。え、早すぎて俺も読まれへんかった今。未来カンパニーは魂を元に戻す方法を知ってるはずなんだけど。ほう。でも必ずもう少しだけ耐えて。必ず帰る方法を見つけ出すと。え、何？今もうログアウトできんくなってるってこと？二の国で元の世界に戻る方法を探してほしいの。みんなが元の世界に帰れるよう。え、すごいな。そして未来カンパニーの計画を食い止めるためにも。ものすごい重要な話で。これでしばらく戦闘の間に言われちゃってるの。それから襲ってこない。私にあったことは誰にも言わないで。もう誰にも言ったらあかんと。管理者は直接介入することは無理だけど、モニタリングはできるの。じゃあ管理者はこのラニアちゃんだけど。もし管理者にバレたら、あなたの身に危険が及ぶかも。はいはい。あ、心配しないで。でもしばらくは今日のようにお話できないと思う。なるほどな。時間が来たみたい。次に会うときは私が調べたことを話してあげるね。話してくれる。またね。オッケー。待って。あ、消えちゃった。なんかすごい話にいきなりなってきたな。未来カンパニーがその魂を。お、動いた。動いた。急にぼーっとして。あ、止まってたんか。この辺りを一通り見てみたが。他の道はなかったぜ。なるほどな。すごいすごい。二の国は本当の世界っていう話になって、魂がこっちにおるってなってるな。
今きっとログアウトできない状態になってると。お、今のがドラゴンじゃなかった。なんだって。知らない。この辺りを歩いてたら、これで下に降りる。下に降りると。それじゃあ行くぞ。行きましょうか。